皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、年末にこういろいろお買い物してたりだとか、今年に入って初売りですね、でいろいろお買い物してたものがあるので、とまとめてご紹介をしていこうかなと思います。まずこちらのニットですね、ブラウンのふわふわとしたニットなんですけども、初売りで見つけてめちゃくちゃ可愛いと思って購入しました。お値段はまあまあするんですけど、まあ、セールだったっていうのと、いろいろこう見つけてて、素材感だったりだとか、大きさサイズ感とかそういうのを見てた時に、これが結構ドンピシャで、私の中であこれだなっていう感じで来たので、もうお値段ちょっとしたんですけど、まあ購入しました。サイドにね、こうスリットが入ってるっていうのもまたすごく可愛くって、こういうニットってちょっとこう太って見えがちになるんですけど、そのスリットが入ってることによって、こうなんて言うんだろう、抜け感みたいな感じになったりとか、バランスがすごいこう取れるのかなっていう風に思ってて、そこも気に入っているポイントです。合わせ方も結構いろいろできるかなと思ってて、シンプルに細身のパンツに合わせてゆったりカジュアルな感じに着る着方とかがまあ結構多いかな。買ってすぐ本当にこの格好を私はしました。なんかね、上は上品なんだけど下はカジュアルでも全然なんかまとまっていい感じにバランスよく見えるので、そういう風に着たりとかしたりしてますね。まああと他にもちろんデニムとかでも合いますし、スラックスとかでも全然合うのかなと思ってて、まあこれにこうもしアウターを羽織るのなら、これもちょっと購入してたものなんですけど、ZOZO タウンで購入をしました。ちょっとビッグシルエットの、こういうレザーのアウターがずっと欲しくって、購入しましたね。黒もねすごい悩んだんですけど、結構強くなりすぎるのかななんて思ったので、ちょっと白にしてみましたね。あの中がボアになってるので、それも結構気に入っているポイントです。で、あの首元を全部締めて着ちゃうっていうのも可愛くって、そういう風に着たりとか、もう普通にシンプルに羽織ってみるっていう着方も可愛いし、個人的には結構こう襟を抜く感じでゆたっと着るっていう羽織り方が、多いですかね。これはあの他にも、一番最後ですね、12月31日大晦日の日にもコーディネート動画出したんですけど、その時にもいろいろこれを着ているので、もしよかったらご覧ください。で、もう一個このニットで着回しとしてなんですけど、スカートですね、レウリーのこのマーメイドのスカートを合わせたんですけど、黒ばっかりじゃなくてこういう淡色の感じでまとめるのもすごく可愛いかなと思ってます。靴はなんかショートブーツでもいいんですけど、ちょっと今回はカジュアルにコンバースでまとめてます。こんな感じでちょっと大人の女性なんだけど、カジュアル要素も入れつつみたいなね、ロンティーとかスニーカーも入れてっていう感じの着方も可愛いかなと思ってます。これは、たくさんねちょっと、着たいなって思って購入したアイテムでした。で、次がこちらのアウターです。もう買っちゃいました。これもねずっと前からこう狙ってて、はどうしよう、欲しいな欲しいなって思ってたトゥデイフルのアウターなんですけど、まあ私これ店舗で購入したんですが、そのトゥデイフルの店舗とかではなくて、あのセレクトのショップで売ってあって、これもセールになってたので、ね、購入をしました。なんでしょうね、なんかセールになってるし、ずっと欲しかったし、ここで巡り会えたのは運命かなって、こう結構私すぐ思っちゃうタイプなんですよ。だからはい買っちゃったっていうのはあるんですけど、全部これ閉じて着るのがまた可愛くって、あの私こういう風に全部閉じて着るようなアウターとか欲しかったんですよ。っていうのも結構きれいめ系のコートとかが普段多かったりとか持ってるものだと多いので、こういうカジュアルな感じのアウターも持ってたらいいなっていうことで、ちょっと今回ね、これを選びました。もうね中選ばなくていいですよね、このアウター着るとき。もう何でもいい、普通に中タートルとか、もうなんならスウェットとかでもいいし、たくさん着たいかなって感じです。ちょっとスカートにさっと合わせちゃったんですけど、それでも全然いいと思うし、あとはもうシンプルにデニムかな、バッグを持ってっていう感じのコーディネートがいいかなと思います。これでね、まあ、ちょっと今は難しいかもしれないんですけど、ドライブとか
行く感じのスタイルも可愛いだろうし、ちょっとでも外に行くとかね、買い物に行かなきゃいけないっていう時も全然これでいいじゃないですか。だから本当にこれは大活躍しそうかなっていうふうに思っているアウターです。で、次なんですけども、ミスティックで、お洋服を購入しました。これはまあ私ではあるんですけど、まあ、妹と兼用で、両方とも購入したものであって、まず一つ目が今、着ているこの白のシンプルな、トップスですね。もう何でも使えるかなと思って、ちょっとこうビッグシルエットな感じなんですけど、これがまた可愛くって、もちろん1枚で着ても可愛いし、キャミソールのニットのワンピースなんかに、重ね着して着てみるっていうのももちろん可愛いかなと思ってます。もうこれ真夏以外で全然使えるかなと思って、カラーもね4色ぐらいあって、薄いオレンジも可愛かったんですけど、ちょっと何でも使えるシンプルな白を今回は選びました。次がこちらですね。これもまたボアなんですけど、これはね妹と、見てて、楽に本当にパッとどっか行かなきゃいけないとかの時にすごい使えるなってことで選びました。なんかスポーツブランドとかね、そういうスポーツウェアとかだったらよく見かけたりするんですけど、なんか珍しいなっていうのもあったし、だけどまあカジュアルにデニムにね合わせて、中はさっきの白のタートルを着てって感じなんですけど、そうやって着たりとか、スカートとかと合わせても可愛いかなって思ってます。はい、ちょっと、ワンコがいるんですけど、一緒にそれで、まあ、散歩とかねしてもいいかなって思うし、で中がメッシュなので、それもなんかこう下に着ているトップスと変にこう喧嘩しないっていうか、それもいいかなって思いました。本当はアクティブにちょっとお出かけするってなった時に便利かなと思ってます。まあ妹からはなんかお姉ちゃん似合わないっていう風にすごい言われちゃったんですけど、でも私は着ようと思います。意地でも着てやろうと思っております。はい。最後なんですけど、これはちょっと年末あたりに購入してたバートバイローリーズのお洋服で、これもセールで結構安かったです。この、ブルーのね鮮やかな、すっごい色が綺麗なサテンのね、楽ちんパンツなんですけど、2900円ぐらいだったかな確か。これも、その大晦日に出したコーディネートの動画でも一緒に着ているので、また見ていただけたらって思うんですけど、すごく楽ちんなパンツだったので、やっぱおうち時間も多いっていうこともあって、ちょっと気分を上げるためにも、そういう時に履いたりしてもいいかなと思って購入したのもあったし、色が本当に綺麗だなと思って、これに合わせるんだったらちょっとねこうダボっとした感じのシルエットにはなってるので、個人的にはショート丈とかのトップスとかインして履くっていうよりは、なんかこうお尻周りを隠すような感じのスウェットだったりニットだったり羽織物だったりとかで合わせる方がバランスは取れるかなと思うので、そういう感じで着ています。今日はちょっとグレーのねゆたっとしたニットに合わせて黒で締めてみました。本当に動きやすいので、結構もうこれ家でたくさん着てますかね。お洋服最後が、この胸元が結構ざっくりと開いた V ネックのニットのワンピースなんですけど、今回はちょっとねこのブルーのパンツに合わせたいなと思ったので、中はあえてこのプリントティーを中に入れて、わざとちょっとチラ見せする感じでコーデを組んでみました。こういう風にちょっとなんだろうカジュアルな感じで遊んでみても、このニット可愛いなって思うし、普通にもなんかシンプルに白 T も模様も何もついてない白 T を着て、白のスラックスを履いてショートブーツ履いてっていう着方で、私は一度お出かけをしました。そういうちょっともうね大人っぽいスッキリとした感じで着るのも可愛いから、なんかこう意外と、いろんな感じで着回しができるニットだなと思って気に入ってます。こういう風にがっつりこう V ネックで開いてるので、ゆたっとしてるしボワッとしてはいるんだけど、ほんとこの V ネックのおかげでかなりスッキリとした感じでは着れるようなニットワンピースかなと思ってます。そして一番最後 RMK の購入品をちょっと紹介します。まずですね、このトリートメントオイルですね。もうこれは去年もずっと使ってて、もともとこれ目的ではなかったんですけど、今回またちょっと使いたいなっていう風に店舗に行った時に思ったので、購入をしました。これはこう振って使うタイプなんですけど、化粧水の前導入液みたいな感じで最初使うんですよ。本当にお肌がふわふわっとなってツヤツヤってなるので、朝晩全然これ使ってます。やっぱ乾燥も気になる時期っていうことなので、もう一回ちょっとこれも使いたいなっていう
ていうふうに思ったので、追加購入、リピート買いしたっていう感じでした。そして、目的のアイテムですね。これですね。もう、めちゃくちゃ可愛いアイシャドウです。ずっと販売前からこう気になってて、買いました。二色買いしちゃいました。選べなくって。で、まず一つ目の色が一番のカラーなんですけど、ピンクっぽい感じ。本当に春っぽい感じのカラーになってて、こういう風にスライドして使うタイプのアイシャドウになってるんですね。で、クリームのこのアイシャドウの色が本当に私絶妙に可愛いなと思っていて、なんかそんなに緩くないです。テクスチャー的には2色なのにすごい彫り深く見えるし、そう、華やかになるからすごいいいですね。でもう一個のカラーが2番のカラーなんですけど、オレンジっぽい感じ、ちなみに今日つけている感じです。今の気分だとまだこっちのオレンジリーブラウンのカラーではあるんですけど、どんどんこのピンクブラウンの1番の方もたくさん使っていきたいなっていう風に思っています。はい、ということで以上が私が年末年始に買い物をしていたものたちでした。またいろいろと、コーデの動画出そうかなって思っているので、いろいろ今回買ったものたちを使って紹介したりとか、化粧品もですね、またこれでメイク動画を出していこうかなと思っています。ということで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。